吉田さん、能力ね。確かにね、スポーツやっていたから、その精神力をやり潜在能力でビジネスもうまくいくんですよ。私たちはスポーツをやってそういうの養ってこなかったから、だからビジネスね、なかなか取り組めないんですよ。うん。そういうふうな理由づけをするのはできるでしょう。でも果たしてどうなんですかね。 スポーツ全くやってこなかった人ってのはビジネスは成功できないんでしょうか、うん、よくね体育会失礼しました体育会系がどうとかっていう話ありますけども別にね体育会系運動部に所属していたからといって女子マネージャーどうですかねどうなんでしょうかそれから万年補欠どうなんでしょうか精神力に差はあるんでしょうかそれとも差はないんでしょうか だからつまり後付けはできるんですけどもでも今自分の人生にその後付けをしてどうするんですかってことですよねできない理由をこじつけて安心したいんですかねでもできないことは続くんですよできるようになるために飛び込んできたはずなのにできないことを続けるんですよねはいで私はね動画を撮る時に、まあ、前回みたいに大和くんがね起きていたら大和くんと一緒に動画を撮ることもできると思うんですよいやそれは何を目的とするか っていうのがそのそ瞬間ね変身するのが目的になったから別に他のことが付随しても周りがなんか騒がしくても環境はどうであろうともできるよねってことで集中したんですよでも仮には私がねあの時プールで泳いでたらね変身できませんよ <laughs> でもプールで泳いでるわけではないですし空襲警報をね発令されてるわけでもないんでできると思うんですよただそれだけなんですよあちょっっととと無理だなと思ったら後回しにすることが ね、今はできますから。うん、だから結局時間がないとか眠いとか疲れたっていうね、どの理由を一番上に置いてやるのかやらないのかってことを決めていくだけなのかなと思うんですよ。うん、だからね、言い訳をする能力とかなんかこじつける能力が強い人っていうのはそれで安心しちゃうからね、残念ですよね、うん。だから何が何でも目的のためにはね、万難を廃してたどり着く。 雨だろうがやりだろうがやってやるみたいな気持ちがまずあるかどうかですよね。気持ちだけではどうにもなりませんけども気持ちから始まらなければ何もないと思うんですよ。うん、じゃないですかね。うん。あ、それでねちょっと投資の話をしようかなと思ってたんですよ。あの、いろんなデータを探してみると投資で稼いでる人ってだたいね、平均するとね、10年以上やってる人みたいなんですよ。 で、投資で稼げない人っていうのが、大体3年未満で辞めるそうなんですよ。3年ぐらいで利益を出せる人っていうのは、最初からセンスのある一部の人なんで、そういう人は逆に言うと3年ぐらいで辞めないそうなんですよね。だから2年3年で辞める人っていうのは、投資のセンスもない上に、継続して力をつけるためのこともしなかった。つまり勝てる要素が全くない人ってことなんですよ。そういう人たちは自分のお金をマーケットに置いて去っていくんで、 投資を長くやってる人って、3年未満でお金を置いて去っていく人の落ちてるお金を分配してるだけっていうね、考え方もできるんですよね。まあ、確かにね、昔はやってたんだけどねって山ほど聞くんですよ。いや昔はやってたんだけどどうしたんですかと。儲かんないからやめちゃった。どのくらいで ?3 年くらいかな。ね。そこなんですよ。分岐点は。3年ではなくて5年。5年ではなくて10年やり続けると、 まあなんかねその後の人生は投資で勝てるようになるそうなんですよ。だから投資に向かない人の、まあ、いろんな理由はあるんですけども短期的にお金を稼ごうと思う人は投資に向かないらしいです。ギャンブルには向いてるそうですけどね。投資とギャンブルが違いますから。投資ってのは技術なんでロジックを積み重ねて戦略を立てて、うん、それで勝利につながるんですよね。でもギャンブルっていうのはその場思いついたところをなんか自分なりの戦略とか言ってね。 ね、かけてで超か半かってやつですから次につながらないんですよねそこにはロジックの形成がないんですよ。まあ,あるとしたらポンジスキームとかね、うん、なんかあれでしょバイバイゲームとかねあんな感じですけどねあのマーチンってやつですか。うん、ということで、ね、今回はねうん賭博の「都ということでお届けするかなと。うん まあ貝っていうね、昔の通貨これをいろんな人がかけていたっていうところなんでしょうねきっと賭博のとっていうのはやっぱりね生産していかないとねそして技術を組み上げていかないとということで賭博の塔でございましたいっい